はい、バンガロール日本語教師会の皆さん、こんにちは。このビデオでは、Google Classroom の質問、クエスチョンという、機能をどういうふうに使うかについて説明します。ごめんなさい。これちょっと動かしますね。はい。はい。まず最初に質問の作り方なんですけれど、質問はこんな風に作ります。最初に、クラスワークというところをクリックしますね。そうすると、このクリエイトというのが出てきますから、クリエイトを押して、クエスチョンを押します。これで、質問を作り始めることができます。で、質問はですね、主に、3つの使い方があると思います。1つは学習者同士の交流のためです。これは採点をしません。あなたは100点ですとか、あなたは50点ですとか、そういうのはしません。で、お互いに、コメントをすることもできます。で、2番目は、採点する宿題のために出すこともありますね。で、この場合も、自由に答えを書くことができるときと、正しい答えを一つだけ選ぶ、そういう、時もあります。これについて説明しますね。はい。まず最初に学習者同士の交流のため。これ、例えば、あなたの好きな日本のアニメは何ですかとかですね。こういう質問をします。この場合は、設定ですけど、質問の種類をショートアンサーにします。で、点数のところ、これ点数つけませんから、100点とか入れません。で、unmarkedにしますね。それで、students can reply to each other にチェックを入れます。実際の画面はこんな感じですね。まあ、ここに質問とかを書けばいいんですけど、これが質問の種類です。ここがマルティプルチョイスになっていると、学習者同士の交流にはあまり便利ではありません。それから点数ですね。ここは100点とか入れません。unmarked にしますね。それからこれが一番大事ですが、学習者同士の交流のために使うには、students can reply to each other。ここにチェックを入れるといいです。はい。では2番目の使い方です。これは採点する宿題のためなんですけど、自由に答えを書くパターンですね。例えば、自由に答えを書くというのは、要するに、選択肢ではないということです。選ぶのではなくて、自分で書くということですね。例えば、日曜日を日本語で何と言いますか、こういう質問ですね。で、さっきと同じように質問の種類はショートアンサーにしますけど、点数はアンマークドではなくて100点とか10点とかそういう点数を入れます。で、students can reply to each other は、まあこれはどちらでもいいですね。皆さんの授業がどちらがいいか、それは皆さんが決めていいと思います。それから、students can edit answer。これにチェックを入れると、他の学習者の答えを見てから自分の答えを直すこともできます。これがですね、試験として使うのか、それとも勉強のために使うのかで、これはどちらでもいいです。試験のために使うんだったら、自分の答えは直すことができない方がいいですね。試験のためだったらね。でも、勉強のためにこういう宿題を出すんだったら、他の人の答えを見てから、あれ、自分違うかなと思って直す。そういうのもあってもいいと思います。これは目的によります。ですから、どちらでもいいです。はい、実際の画面としてはこうですね。ここはショートアンサーのままでいいんですけど、ここにポイントのところに点数を入れます。それが違いますね。はい。あと、ここにチェックを入れるかどうかは、さっきも言いましたが、皆さんの授業の目的によります。はい。じゃあ、最後の3つ目ですね。すいません。これ3番でした。2番って書いてあるけど、3番が正しいです。はい。採点する宿題のため。で、正しい答えを選ぶ。そういうパターンですね。これは、例えば、次のうちのどれが日本語の、日曜日ですかっていう、こういう質問ですよね。はい。で、この場合は、質問の種類を、ショートアンサーではなくて、マルティプルチョイス。にします。で、点数ももちろん入れますね。unmarked ではダメです。はい。採点するわけですからね。はい。
で、こことここは同じですね。4番と5番はさっきと同じで、どちらでもいいです。はい、実際の画面はこんな感じですね。まあ、ここにこういうふうに質問を入れて、で、ここの部分を変えます。さっきはショートアンサーでしたけど、ここをマルティプルチョイスにしますね。で、そしてここにですね、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日というふうにして、学習者が選ぶようにするわけです。で、点数も入れたままにするわけですね。はい。あ、すいません。あのね、マルティプルチョイスにすると、あそこは、each other、リプライとか、他の、学習者の答えを見るとか、そういう選択肢はなくなりますね。はい。ですから、ごめんなさい。ちょっとね、ここの4番と5番は間違いでした。これありませんから。はい。はい。ではですね、Zoom で、あ、すみません。Google Meet で、皆さんと会うときには、少なくともこの練習はしてみたいと思います。1番は、自分の Google Classroom で先生として質問、そのクエスチョンね、それを出します。で、使い方、今3種類の使い方を今日ご紹介しましたが、そのうちのどれでもいいです。時間がある人は3種類全部やってもいいですね。でも、それだけではなくて、他の人のクラスルームにも入って、今度は学習者として質問に答えてみてください。ここまでは、必ず Google Meet でやってほしいと思います。でも、もし時間があったら、採点して返却する。これもやってみるといいと思います。ただし、これは今日は3種類、説明しましたけど、そのうち1番の交流のために使う場合は、これは採点しませんから必要がありません。実際の画面をちょっとご紹介しますけど、これはですね、行動中心アプローチの授業で私が実際に使っていた画面です。で、ここのところがですね、最初は全部点数が入っていないので、自分で点数をこうやって入れていきます。はい。で、点数を入れ終わったら、このリターンのボタンを押すんですね。はい。そうすると、採点と返却をすることができるわけです。はい。それでは、私からのビデオはここまでになります。それでは皆さん、Google Meet でお会いしましょう。